全然派手じゃなくて本当にすいません、はいはい、ラジオ番組でハガキを読んでもらいたい。地味ちょっと待ってください。すいません。でもすごいすごいことじゃない、今スチールカメラシャー撮りましたけど一瞬カメラマンさんもえっていう感じ。すいません、本当に。どういうことですかこれは。最近なんかちょっとラジオにハマってて、はい、あのラジオを聞き始めたんですけど、はいはい、なんかあのラジオネーム何々さんのお便りですみたいな感じで読まれるのがすごいあれいいなと思って羨ましくてなんでちょっとインパクトのあるラジオネームを考えてたくさんお便りを出して。あるんですか、なんか候補は。ラジオネームの今のところ。いやまだないんですよ。どんなの出せばいいのかなと思ってて。これちょっとみんな考えてもらってもいいですか。皆さんちょっと芦田愛菜じゃないですかやっぱり本名で。あーそうですよね、ラジオネーム芦田愛菜が一番ざわってた。芦田愛菜さんから来てるけどっていう、はいはい、あそうですかね、はい、じゃあ芦田愛菜でそれでお願いします。そうですか。何も面白くないのを全員ゆっくり喋っちゃったんですから。お願いします。久保田さんしかいないですよ。久保田さんこんなもん初日の舞台挨拶で喋るような話じゃないですから。派手なやつしかいない。派手なやっぱスターだなっていう、なんかちょっと派手なやつバーンとこう見出しになりそうな言い方。言い方、言い方、言い方ですか。わかりました。はい、キャンプ。大丈夫ですか。言い方でなんとかなるもん。100点じゃない。なんでキャンプなのかっていう。いやーちょっと周りに最近キャンパーが増えてるんですよ。誰ですか。キャンパーっていうんですか。YouTuber みたいな。はいはいはい。一人キャンプでされる方もいらっしゃるんですね。そうそうそう。すごい増えていらっしゃって、共演者の役者さんとかも結構今ご家族で行かれてる方とかすごく多くて。例えばこの方一緒に行ってみたいなとか誰がいます。共演した方とか。それこそあのこの間あのナックスの音拓磨さんとご一緒させてもらったんですけど、お父さんめちゃめちゃキャンプとその話で盛り上がって、お話聞かせてもらって、そうなんですよ。YouTube でも見させてもらってるんですけど、あのいろんな方がやられてる一人キャンプとか見てるんですけど、これをやりたいです。あのサバイバルに強くなりたい。もうこれからほら世の中今大変じゃないですか。そうですね、はい、だから自然の中でも生きられる能力をつけて自然の方に行くんですか。あの綺麗な星とか見ちゃったり。